こんばんは。すごい、お化けありがとう。お化け、ハロウィンみたいなギフトがある。お疲れ、ありがとう。こんばんは。中村舞です。やっほー。パッツンになったよ。中村舞です。皆さんこんばんは。見てください。パッツンです。水鉄砲もありがとう。お化けもありがとう。こんばんは、こんばんは。中村舞です。パッツンになりました。明日頑張って。明日がマイナビオールスターゲーム2022ということで、かわいい、ありがとうございます。明日ボール投げます。収納可能姫ありがとう。テレビ今日見た？いや私ね、割とさっき帰ってきたんですよ。だから見てないのよ実は。そうなの。今日ね第一戦だったんですけど、明日は第二戦。愛媛県の坊ちゃんスタジアムであります。あ、ありがとう。あ、泡みたいなの。ドキドキよ。うまく投げれそう。どうでしょう。なんかさっきラストに夜家帰ってきて、で10分ぐらいだけお姉ちゃんにボールを取ってもらおうと思って、お姉ちゃんと一緒にボール投げの練習手伝ってもらってたんですよ。なんですけどちょっと分かりません。頑張ります。姉球取れる？うん、姉球なんか取れなくて、グローブをね姉球がつけてたんですけど、一回もグローブを使わずにこれ何みたいな感じで終わっちゃいました。一回も結局グローブ使わんかったって。明日もでもそう練習する。キャッチボールではないんですよ、ね、姉ちゃんと一緒にしてきたんですけど、ありがとうございます。アナゴ何着るか分かった。何着るか今日分かりました。何着るか分かったよ。今日知りました。衣装です、衣装。 STU の衣装でした。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ね、STUの衣装だった。花は誰のもの？もう花は誰のもの？こんな右手がこんなんだからさ、もう本当に投げづらくなっちゃうよユニフォームじゃない。そう、ユニフォームではないです。そうなんですよ。
そうそう。靴は？靴です。靴履きます。ありがとうございます。ちょっとね、緊張しますけども、明日は一日頑張りたいと思います。何も緊張する？でもまっすぐ投げれたらいいなと思うんですけどね。ちょっとね、頑張ります。何時頃投げますか？ね、何時だったっけ。5時半ぐらいだったかな。セレモニーみたいなのがあるんですよ。そうそうそう。5時じゃない、5時何分か、5時半ぐらいだったかな。あれ、ありがとうございます。5時台だった、5時半ぐらい。BS で見れるかな。あ、何時からやってますかね。ぜひ、まあ球場に来られる方も、いや、なんか雨っぽい予報的には、なので晴れるといいんですけど、うん、土砂降りになったら多分延期、次の日に延期とかかなっちゃうので、ありがとうございます。そう、でも愛媛のさっき天気予報見たんですけど、結構雨、延期ないんじゃない、いや、27がもしあれだったら28かな。予備日が28日になってるので、27が結構土砂降りだったら多分28になっちゃうかな。そうなんで晴れてほしいんですけど、28日もいけるの？うん、しゃっ。しゃっ。28になったら、うしゃっ。そうそう。いや、多分いると思います。ありがとうございます。多分みんなはあれだよ、私のスケジュール的なことを心配してるんじゃないの。出るんですか？ほえそう、まあ確かに初日は近い。そう、30日初日なんですよ。頑張ります。いやー、
香川県であります。四国、先発ね、先発って何ですか？先発ってどういう意味なんですか？どういう意味なの？最初に投げる人？最初に投げる人？先発ってよく聞く言葉。へえ、そうなんや。先発、なんか先発、先発ってめっちゃコメントで。あ、私は先発じゃない。私は先発じゃない。あ、私は先発じゃないです。前は三発？そう、前髪切りました。超、私は超先発らしい。私は超超先発。三振取ってね、私がボール判定する人になります。全部こうやってやります。あ、いた、うえーん。審判です。怪我に気をつけてね。大丈夫よ、丈夫なんよ意外と。なんか今まであまり怪我をしてなくて、それは嘘なんですけど、大きい怪我はしてなくて、大抵動ける怪我しかしてないので、意外と丈夫。そう、骨も丈夫なんです。バレエの時もそう、そうなんですよ、丈夫なんですよ。足は大丈夫です。完治じゃないけど元気、全然踊ってるよ。あのね、あとね、なんだっけな、あ、そう、ちょっとちらほらコメントにあるんですけど、8月2日に STU48 と歌コンさんに出演させていただきます。イエーイ。ぜひ見てください。8月2日です。何曜日だ、わからん。何曜日だ、火曜日か。見てください。うたこん絶対見るね、約束。生放送、うん、生かな。なんかね、8枚目シングルですごいたくさんの音楽番組に出演させていただいていて、なんか過去最多な気がするんですよ。うん、嬉しい。
がとうございます。ありがとうございます。本当に本当に、あ、なんだっけ、アナゴありがとうございます。令和の平和、放送日が8月の6日かな、6日だったかなちょっと自信がないから小声8月の6日だったかな、6日でしたっけ、あ、10日だったっけ、あ、6日じゃなかった、あ、10日、8月の10日ですじゃあ6日じゃなかったです、8月の10日でした聞こえません、すいません、大きな声で言います。8月の10日、鳩の日、おお、ほんとや、鳩発売4ヶ月なのにね、ほんとになんかすごい嬉しい、有線でもたくさん流していただいて、生放送、これはねもう収録しました、はい、いつだったっけな、7月だっけ収録しました。わー、53分だ本当に本当にありがたい、7月6日に収録行きました、7月6日でした、7月6日だと、そうだ7月6日だ、そうだ、ね、怒涛の1週間だったことを思い出した、7月6日、7月9日のカラーズもあって、10日ののど自慢と5周年コンサートがあって、そう、なかなか怒涛だったな、明日でもね、久しぶりの愛媛なんですよ、なんか愛媛に最近ずっと帰れてなかったので、でも、まあ家には帰らないんですけど、久々の愛媛県、嬉しい、ちほちゃんのツイッターの画像はマイキオですか？あれは私です、皆さんちほちゃんのツイッターの画像を見てください、あれは私です、後ろ姿はタワーもらった、明日の始球式頑張って、さん、ありがとうございます、ちょっと待って、明日来てください、明日の始球式頑張って、さん、てかね、そう、2日前に呼び出ししてたのにちょっとお礼できてなかって書いてきたんですよ、ちょっと壇上ぐらいの時に伝えます、すごい、あわあわ、ありがとう、
球場に呼び出し？違いますよ。明日は夜ショールームします。明日はね、試合見るんですよ。楽しみです。イエーイ野球の試合を生で見るの楽しみだな。なので、まあ、夜ですね。夜配信します。中村舞氏ね、なんかね、中村舞氏ってねじわじわくる。私なんか詩つけられたことないから、この宇治っていう感じ。中村舞氏、あー、中村舞氏なんてこった。私のことを中村舞氏だなんて、なんてこった。あ、ファイトありがとう。おまけもダルマもありがとう。舞氏頑張れ。舞氏頑張るわ。舞氏ってなんか呼ばれたことないからびっくりした。解説も打ちました、走りました、点が入りました、なんてこったー情熱で伝えるわ。解説はちょっとできませんね。実況ならできますということで、ちょっと壇上呼びます。シギさん、柿弘さん、りょうちゃんさん、ピッチャー中村舞9、背番号9番さん、まゆたみさん、ミッキーさん、明日の始球式頑張ってさん、しんじさん、広島校パセリさん、東京のソワンさん、熊吉さん、きなべこさん、アーリーさん、ありがとうございます。そして、おととい、ちょっとお礼できなかったんですけど、三浦っちさん、ありがとうございます。ちょっと、イルカを描いたんですけど、なんか前イルカ描いた時めっちゃうまく描けたのに、今回なんかイルカじゃなくて、なんか、シラスみたいになっちゃいました。でも、イルカです。ありがとうございます。キラーン。ありがとう。バットみたい、いや。イルカです。ありがとう。それでは皆さん、もう終わってしまいますが、明日、あ、頑張って、ありがとう、たくさん頑張っての声をいただき、頑張れそうです。ありがとうございます。おやすみなさいませ。ちょっとちゃんと寝て、ちゃんと体調をしっかりしてって投げようと思います投げようと思います。力強く。おやすみ、おやすみなさい。あとちょっとで終わっちゃう。おやすみー。